パンのたたきにネギをいっぱい乗せて。どうも、小名浜一人暮らしです。私はいわきに暮らす独身 OL よ。さて、今日私はお家で自炊をしております。ねね、みんな、この動画覚えてるかしら？VTR スタート。今日ね、フォロワーさんからここの牛タン屋さん美味しいよって教えてもらったから、早速こちらのお店に行ってみました。どれどれ、この、ね、地下にあるのね。そう、かく、ね、牛タン料理専門店かく、ね、ここのね、牛タンのたたきって知ってる？牛タンね、焼き牛タンは知ってるけども、たたきって珍しいからね、食べてみたいなと思ったらめっちゃ混んどるやないかい。ってなわけで、私ね、仙台旅行から帰ってきたのはいいんだけども、このね、パンのたたきだけね、心残りだったのよ。それならば自宅でレッツクッキングというわけで、今日はね、私が食べられなかったあのタンのたたきのメニューを自宅で再現していきたいと思います。では参りましょう。 Shall we go？ それにしても不思議よね、私こんな短期間でね、牛タンをね、食べまくってるのはね、久しぶりね。なんで仙台に行くと牛タンがあんなに食べたくなるんだろうね。そしてなんでみんなバカみたいにタンをね、バン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 買うんでしょうね。不思議ですね。よくよくね、歴史を振り返ってみれば、タンなんてものはね、日本をね、占領してたアメリカ軍がね、あ、もうこれはね、食べませんから捨てますよと。お肉の方はね、私たち食べますからね、こういったね、タンだとかホルモンだとか尻尾をね、日本の皆さんね、捨てちゃいますよってやってたものがね、それをうまく改良してね、広まったメニューなんですよね。ということはですよ、なんだかね、そんな端くれみたいなものをね、こんなに貴重なものがね、普通のお肉よりもね、高い金額を払ってね、タン食べたい、タン食べたいってね、なんだかね、ちぐはぐが起きてるような気もしますけれども、まあね、そこら辺はあんまり深く考えず、ね、毎日ね、楽しくハッピーに過ごせれば、それでいいんじゃないでしょうか。とんでもない楽観主義ね。我ながら思うわ。で、そうこうしてるうちにね、タンがね、すぐね、焼けちゃいますから、これはね、牛タンじゃなくてね、豚さんのタンなんだけども、たたきって言いますからね、たたきはあんまり焼きすぎちゃたたきになりませんから、表面だけさっとね、焼き上げて、それで出来上がりですからね、あんまり焼きすぎないように、表面のね、ピンクの部分が焼ければね、もうそれで OK ですからね。そしてそして、今回の味噌はね、そう、味付けね、味付けはいつものさ、牛タン食べる時のさ、塩とかさ、仙台味噌とかさ、そういうのじゃないのよ。今回はこのね、薬味であるネギをね、これでもかっちゅうぐらいね、どっさり乗せて、そしてその上にポン酢ね、ドバーッとかけて、さっぱりいただくのがこのね、タンのたたきのメニューのコツなのよね。うん、どうでしょう、うまくできてるかしら、うまく再現できてるでしょうか。まあね、とにかくネギはたくさん入れるっていうのはね、覚えてきたから、もう一袋全部使っちゃいましょう。そしてそして最後の仕上げはね、まあこれね、参考にしてるメニューとはちょっと違うんだけども、私一人暮らしで野菜不足にね、悩んでますから、ちょっとね、大根もね、一緒にトッピングしちゃったりしてね、はい、出来上がりです。
はい、皆さん見てください。今回の再現メニューは豚タンのたたきです。そしてブラックペッパーをドバッとぶっかけて早速いただいてまいりましょう。どこ行った豚タン、どこ行ったみっけ。そして薬味のネギをいっぱい添えてみて、この仕上がり具合いただきます。あんまんまん、いいね。ポン酢でさっぱり食べるタンも合いますね。あたしこれで一つ嫁入りメニューが増えました。はい、いかがでしたでしょうか。仙台旅行のね、食べられなかったメニューの自宅再現会でした。お店でね、食べた美味しいメニューをね、自宅でもね、作ってみるっていう楽しみもね、旅行の一つかなーなんてね、思えた一品となりました。それではコメント返してまいりましょう。最初の方、ねもやんさん、仙台出張お疲れ様でした。最高の旅になりましたね。ほんとね、長旅でしたけども、いい思い出が作れました。また行ってみたいです。次、ともゆきさん、何を作ったのですか？今回はね、タンのたたきをね、再現してみましたよ。ぜひあなたもやってみてね。次の方、米田光一さん。昨年12月28日に黒カレー食べました。9月に引き続き2度目。辛いんだけど、しばらくするとまた食べたくなるカレーですね。ほんとね、あのスパイス何が入ってんでしょうね。とっても辛くて美味しい、やすひろのカレーでしたね。はい、イラスト、ひろしさん、無理しないでね、ありがとうございます。まだまだね、ちょっとコロナ、本調子ではないので、無理しないようにね、細々やっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうね、また見てね、バイバイ。朝日系女子。気分次第です。僕は敵を選んで戦う少年。叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってた。そのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなって叫ぶんだ。明日よ明日よ、もう来ないでよって。そんな僕を置いて月は沈み日は昇るけど、その夜は違ったんだ。君は僕を